我が魂はシステナを兄弟と共にあり、さらば！すまぬ、兄者、よく説く。さらば。そなたの武、見事なり。我が大義はならねど、この最後人として本望。さらばだ、友よ。進め。九玄徳の天下、皆で勝ち取るのだ。あの日の誓い、果たせんか。無念。タコート、曹操殿は息災か。貴様が生きている限り死にきれんぞ。兄弟への義、天下に届く武、きっちり見せつけおって。最後まで気に入らんやつよ。終わったぞ、毛徳。両毛殿、このような状態になるまでなぜ。これで紀州は我らのものとなった。陸遜、周瑜殿の志願もこれで。両毛殿、ここからはお前の時代だ。その最地を尽くし、孫悟を支えよう。本作、主は生き延びよ。生きて兄者を支えてくれ。突然何を。それから兄者と欲徳に伝言を。誓いを守れず申し訳ないと。さらば観策、主は我が誇りぞ。父上。
尾見事なり。兄弟との誓い、たがえるは無念だが、貴公らとの戦で果てることに悔いはない。カコートン、曹操殿にさらばと。うん、それがし、己が棺に覚悟を託さねば貴公に屈していたやもしれん。軍神官、貴公が戦に託した覚悟、とこしえに胸に刻もう。かたじけない。気に失礼つかまつる。乱世の先、ようよう見えてきたか。己孫悟、約定を破るか。貴様が命などと口にするな。殿も、ロシク殿も皆劉備を信じようとした。お貴様がこの天心で踏みにじったのだ。劉邦殿、全ては我が兄竜玄徳の大使のため。そうだろうとも。そして我らも孫悟のため貴様を討つのだ。孫悟の治癒と覚悟、拙者の義を上回ったか。なり。兄者、関雲長、お先に失礼つかまつる。これで孫悟の地盤はより盤石となろう。リオモードも、なぜこのようなご無理を。最後に汚れ役をかぶるのもよかろうと思ってな。あとは任せたぞ、リクソン。平日の時代、お前たちが切り開け。リオモードの、私はまだあなたから学ぶことが。見事なり、軍神。だがここまでだ。貴様の首、この慶州よりも大きな意味を持つ。父上、父上、ここは私が。すまぬ、観測。
別れは済ませた。はい。兄者にすまぬと。はい。父上、待って。銀兵、強く生きよ。行け、我が子らよ。顔よ、魂は時代へとつながれたか。つくづく見事なり、軍神。切り伏せてこそ貴様との因縁も断ち切れるというものだ。承知つかまつった。いざ。私の元で戦う気はないか。軍神たるその力、武門孫悟でこそ生きよう。殿、はばかりながら関羽が関羽たるゆえんはその武勇にはありません。その義ゆえ、劉備との絆を貫くがゆえ関羽なのです。しかも拙者の名役兄劉玄徳の大使とあり、なるほど、貴様はそう言って曹操の元も去ったのだったな。礼を見ぞ行で、己を知る者を手で撃たれるならば本望よ。敵を深く知るは兵法の要、それだけのことだ。しかも
軍神カウン、我ら孫悟が打ち倒した。随分とメールに囲んでるじゃねえか。もう態度はないのか。すまぬな、二人とも。死での道行きまで友をさせることになるとは。それは言わねえお約束ってやつです。親分は俺が憧れ続けた軍神、行き先があの世だろうがどこまでもお供しやすぜ。拙者は軍神関羽の子、最後まで恥じることない戦をするだけです。良き友、良き子らに恵まれた家宝よな。兄弟との誓い果たせぬは無念だが、我が命ここに燃やし尽くそうぞ。いざ参らん。